怎么办？把他跟这小子一起杀掉吗？就那么办吧，反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのか、なんとなくわかるぞ。おい、日本人かあんた。助けてくれ。こいつら俺を殺す気だ。頼む、助けて。黙れ。なんだかわからねえが、やるしかねえようだな。ほう、この人数相手に逃げようとしないのか。なかなか楽しめそうだな。別走下留情，把他给我杀了！おい、縄ほどいてくれよ、早く。ふう、命拾いしたよ。あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ喧嘩慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前はなんで中国人にやられてたんだ。ああ、俺は東城会のもんだからよ。連中ヤクザと見りゃ俺みたいな駆け出しだろうが見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。えらい殺気立ってるな。狙われてんのは東城会の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの方にも目つけられてる。だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど、そうか。秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った？ん？スカイファイナンスの秋山俊。知ってるのか？知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東城会の6代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか？いや、そうは言わねえけど。でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん、秋山のこと探してんのか？ああ、おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ、こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。まあ下っ端だけど、何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は？桐生だ。ほう、桐生さんね。分かった、じゃあまたな。桐生、桐生カズマ。いやいや、まさかな。そんなわけねえってな。
時間食っちまった。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
まいな。さ、行くか。強そうだな。時間食っちまった。いらっしゃい。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。